おー、していきますか。愚かな。強そうだけどね。ぜよーし、レベル40か。まあこちらの方が上なので大丈夫かなとは思うんだけど、レベル46になってリンゴちゃんがあとは45という感じです。とりあえず弱点だよね。この戦い、じゃあこれで必ず勝とう。勝てるぜ、任せて。情報は足りないが耐えられる。とりあえずいろいろと当てていこう。よし、どうなのかな。この辺も確かめたいな。オッケー、銃撃っぽい。この戦い了解よ、必ず勝とう。銃撃で押していくか。私たちなら勝てる。必ず当てなさい。感謝する。邪魔をしないで。さあ召喚、召喚じゃない、召集か。やることは分かったんだよ。いい話。反撃には備えておきなさい。プリンシュパリティさんってこんなちっちゃかったっけ。お願い、反撃には。いや、サンダルホンさんがでかいのか。どうなんだ、多分そうだよね。良さそうだな。いい反応が。ほらよ、どんな気分だ。すごい、この力いいのあるじゃんか。アロ、決めちゃっていいよ。見逃しはしない。まあコンスタントにスタック取っていけばいいのかなって思うんで。耐えられる。いいよね。よし、まずはどうぞ。どうなのかな。臨機応変に情報必要よ。そうだな。期待には応えるわ。勝てるぜミレディ。ここはジオンまで行きます。アロ、血に飢えた下手たち。やっぱだいぶ強くなってるね、俺たちも。どうです、愚かな。当たるか。対策済みだぜ。まあ、行こう。期待できそう。よーし、警戒しろ。さあジオンが、うい。よし、仕方ねえな。片付けてくれ。どんな気分だ。消えそうだ。頼んだよ、必ず。言われるまでもない。まだこれからよ。私たちなら勝てる。私臨機応変に行くよ。慎重さが必要よ。バスキさんあたりで行きますか。私たちなら勝てるわ。それいい。やっちまえ。従うわけじゃないけれど。以上。死に飢えたしもべたち。身の程を知る。やるわね。行くぜ。サイゾ、任せるわ。ミレディ、さ、張り切っていこう。じゃあこれで。俺たちならな。これマジすごいよな。みんな変えられるのはエグいけど、とりあえずでもこのままでいい気がする。リンゴちゃんは変えよう。データ敵に返しろ。私たちから手を当てなさい。ミレディ入った。クスティッキー、これね。風穴を開ける。許さん。
お腹空いたよね。貴様無駄だ。1460、やば、なんというダメージだ。行くぜ。やってくれるか、サイゾウ。おうよ。片付けてくれ。許さん。じっくり行くよ。当たれ。許さん。た、そうだ。ここはお前の出番だ。どうしたミレディ。はあ、見てなさい。邪魔をしないで。さあ召集。ペースを乱さず行きましょう。弱点を狙え、サイゾウ。仕方ねえな。よし、クリーンヒット。まあ、アローさんとこで回復しようかな。フォローに回る。よし、一安心だな。一回立て直そう。私たちならそれは効きそう。相性がいい。風穴を開ける。下駄履かせてもらうよ。お、ナイス追加行動。ならば、ここで今後ともよろしく。リービルさんでブースト、ジオ連発しましょう。耐えられる。逃げるのは生きる。勝てるぜ。行きます。俺たちならな。ホワイト、お腹空いたよね。さあ、もう一回だ。で、ドゾンまで追い込みました。狙いが甘いぜ。身の程を知る。どうするつもり。お願いしたいぞ。リンゴ、痛かったか。このターンでいけんじゃないか。行くよ。おい。まあ、サバ止まるから行けるわね。倒しても行けるでしょう、もし倒さなくても。大技使いすぎる。言われるまでもない。さあ、お願いします。宴の時間だよ。よし、ありがとうございます。まずは一勝。楽しいパーティーだったな。ここまでだな。ずいぶんいい動きだったが、まだまだだな。いや、まだだ。もう一度手合わせしてくれ、レイブン。ずいぶん頑張るな、アロー。当たり前だ。俺はあんたみたいなサマナーになるんだ。そう言ってもらえると俺もサマナー冥利に尽きるな。だが今日はこの辺にしておこう。お前に話があるんだ。話？以前と比べて格段に霊力の制御が安定してきている。スタミナもついてきたし、悪魔の運用も的確だ。そして何よりお前は心が強い。わかるか？それはサマナーにとって最も大切なことなんだ。お前を支えているもの、例の約束か。うん、そうか。アロー、お前にヤタガラスから近いうちに正式な辞令が出されるだろう。え、それって。ああ、免許皆伝だ。晴れてお前もヤタガラスのエージェントということになる。
俺がエージェント。おめでとう、アロー。ここまでよく頑張ってきた。俺はお前との約束を果たすために、ヒーローになるためにここまで来た。お前もどこかで戦っているのか、カブラギ。知ってる顔が出てきたね。ああ、あの後サマナーとしての才能を覚醒させた俺は、ヤタガラスの使者にその力を見出され、コマドリに転所することになった。そこで俺はレイブンと出会ったんだ。何年か経ってコマドリを出る時、俺はデビルサマナーの存在を知った。レイブンがそうだということも、世界を良くするためにサマナーとして戦うあの人の姿は理想のヒーローそのものに見えた。レイブンに憧れた俺はデビルサマナーの修行に明け暮れることになる。それがカブラギとの約束を果たすことになる。アローはそう考えたんだね。ああ、そしてカブラギもそうだった。ファントムソサイティに内定として潜入した時に俺たちは再会した。そして別れた後どのように生きてきたかを語り合ったんだ。どうだったの？ほとんど同じ人生だったよ。俺がコマドリに転所した直後にあいつも才能を開花させ、ファントムのサマナーにスカウトされたらしい。ほんの少しの偶然が運命を分けたってことか。もし力を開花させたのがカブラギの方が先だったら、もし先に養護施設にやってきたのがヤタガラスじゃなくてファントムのサマナーだったら、俺たちの辿る道は全く逆のものになっていたかもしれない。家庭の話だね。アイオンはそういう考え方をしない。いや、しなかった。アイオンに時間は存在しなかった。原因があって結果がある。人間が時間と呼ぶものはその連なりに過ぎない。だけど時間を現在と過去と未来に分けて認識するようになった今なら、あなたの考えていることが少し理解できる気がする。あの時こうしていたら今どうなっていただろうって。なら、こうして過去を悔やむことが意味のないことだってのも理解できるよな。無意味だと分かっていてなおそれに囚われてしまうってこともね。なあリンゴ、俺間違ってないよな。あの出来事にどういう意味を与えるのか、それを決められるのは生きているアローだけだよ。そうか、そうだな。うん、ごめん、少し感傷的になってたみたいだ。さあ、ということで、スキルですね。どうしようかな。トレジャーハンター。兄貴肌。正義感。ああ、ダメージ肩代わり。どうしようかな。兄貴肌にしようかな。意外だね。これくらいはな。それにさ、いや、よし、ということでとりあえずチェックしようか。まあいけるっちゃいけるけどって感じだろうね。ゲートがどんなもんなのかだよね。この時点で60欲しかったんで、ちょいきつい気がするな。とりあえず入るだけ入ってみようか。もうちょっとね、
レベルを上げてからソウルレベルというか、そうしてから乗り込んだ方がいいかな。よーし、ということでたどり着きましたので行きますか。ちょっと探索したので結局回復してきました。万全に式なんで一発で決めたいね。無駄なあがきを。私たちなら勝てる。そう、アスラオか。アスラオさんレベルは40。とりあえず弱点を探っていきましょう。無駄なあがきを。まずはどうする。有効かしら。行くぞ。まあそれぞれ得意属性に変えてます。かけてみるか。お仲間さんは耐えられる。ガラオキ了解よ。必勝か。カナレイン。あら、弱点じゃないですね。オールカーだ。いつも通り焦らずに行こう。そんならどうしようかな。どうなんですかね。えい、弱点だ。激怒。状態異常が治った。的確な守りを捨て。なるほど、そうくるのか。あんまやんない方が良かったやつだねこれ。ちょっとアタックだけでもなんだかしておこう。そうきちゃうか。この戦いやってくれるか。攻めたいけどね。これあれだよね、なんていうか状態異常を当ててしまってはならないというか今のパターンが来そうだよね。強いぞ。それ怖いな。踊りなさい。普通に当てるか。アギライン後悔しても遅いよ。貴様。そう、コッパみじん切り。強いね。行こうか。それいいね。フォローしなさい。まだまだだろ。さあメディアン。まだまだこれからよ。この戦い。任せて。これは勝つでしょ。まずはどうする。右の。これならどうだ。いけるわね。アギダイン。踊りなさい。行くぞ。なんだなんだ。行動回数も上がるんだ。相性変化。許さない。強強。最初任せて。えげつねえっすね、なかなか。ただアギラをアギキニが当たるようになってる。灼熱の味を教えて。どんな気分だ。どうするつもり。これはむしろでかいのでは。さあ条件も当たる。だよね。よし、どうするつもり。任せて。支援を頼む。アローさんはピーマモンさんに変えて回復でいきましょう。何行くか。嘘、まだいけるな。私大丈夫。これからよ。おめでとう。アギライン。従うわけじゃないけれ。いい反応ね。お腹すいたよね。よし、半分いった。オールカーナ。オールカーナ。やった。ごめんなさい。うわー、やられちゃったか。マジか。サイゾー、ここはあなたに任せるよ。サイゾー、仕方ねえな。片付けてくれ。よし、グリーンヒット。アロー、一旦休んで。
戦いはこれからだ。一旦ちょっとこっちを立て直そう。じゃ行こう。それは効きそうだ。リンゴ、了解やろう。後悔しても遅いよ。無駄なあがきよ。行くぞ。さあ、使ってきましたね。愚かな。結構やばいんじゃない？大丈夫かな？立て直せる。結構やばいんじゃない？これ。サイゾ、一度立て直せ。逃がさねえぜ。攻撃返し使って。助かったわ。立て直すターンにしよう。ウォーミングアップは済んだだろ。さすがに強いな。切り札切らせてもらう。で、身体能力ブース。たるんだ。無理すんなよ。当てる。アロ、死ぬわけにこ。戦いはこれからだ。もう大丈夫だよ。愚かな。どうだ貴様。まさか。うわ、マジで愚かな。3回コードエグいな。それいいね。休んじゃられねえか。もう一回一返しだ。ナイスタイミングよ。スパルタ。どうするつもり？やってくれるか。ペースを乱さず行きましょう。任せて。力になりましょう。パワーアップ。やることは分かっているわ、ね、張り切っていこう。メディアでいけるぞ。まだこれからよ。いけるぞ。まだ終わりだろ。もう大丈夫だ。アローさんの MP テープを使っちゃってるな。ホロビオ。こんなの嘘よ。貴様。みんな。マジで、マジで。こっからこっから。レベル的にいけると思ったんだかな。データに手つけ。さあ、ではリベンジマッチ続きましょう。ちなみにね、何回か挑戦してるんですよ。いつも通り。もうちょっとのところまでは行くんだけど、レッドゾーンまではね、追い込めるんだけど、やばいですね。とりあえず、まずは冒険するのも魔力属性以外のスキルを使って、後々ね、弱点変化があるので、それに備えて私よーし支援を頼む。マーキングしておきます。攻勢に打って出る。で、魔力属性今弱点なんだけど、状態異常もしアスラオさんがなってしまうと激怒コンボに繋がっちゃうので、あえて今は弱点変わるまでは、変わってくれるまでは言われなくても使わずにいきます。滅びよ。負け、行こう。耐えられる？どうするつもり？任せとけ。で、今せ止めらんないぜ。勝てるぜ、俺たちならな。もう一旦粘るか。スクカジャはね、打っておきたい。私たち泣かせないで。はっはっ。貴様。やった。張り切っていこう。さあ、ジュンがそろそろね、弱点変化のスキルを使ってくると思うので、そこに備えていきます。焦らず行くか。行けず一安心だな。一気に決めるわ。
踊りなさい。ふっ、勝てるぜ俺たち。サイゾウ、すぐガジャで協力していこう。今までの俺と思うな。来ましたね。これでおそらくアギジオかな、この辺が当たると思うんで狙いに行こうかなって感じですかね。立て直せるサイゾウ、それだサイゾウ。アロ、聞いたかったか。さあ、こっから期待できそうね。こいつ驚け、どんなマジ。一気に決めるわ、やってあげるわよ、任せたよ。いいぞ。いいそうだな、なめんじゃねえぞ。ちょっとサイゾウさんが心配だけど、どうかな。さあ、宴の時間だよ。愚かな。滅びよ。やった。遅いな。よし、オッケー。耐えた耐えた。俺終わらないぜ。それは聞きサイゾウ。仕方ねえな。片付けてくれ。何？じっくり弱点をつけ。リンゴ。ダイナマージ。今のうちだ。今のうちだ。疲れてんだか。攻勢に打って出る。アロ。それは助かるね。フォローに回る。よし。ヤオさんはサポートで。私たちそれミレディ。わかったわ。リンゴ。ヤオさん。お腹空いたよね。シレトさん。さあ三回行動になりました。こっからがエグいんだよな。止まってみるわ。愚かな。まずはどうする。効果的に行くよ。リンゴ、あなたが倒して。だよね。こっからだろ。押し込めないかな。どうだろう。ペース配分を考えて。勝ち取れたらいけんじゃないかな。ここが弱いのよ。了解。なんか三回攻撃耐える方がしんどい気がする。確かにこれなら。どうだどうだ。お腹。睡眠覚悟。空いたよね。むさぼりつけ。この回復でかい。よし行けた。よーし。オッケーオッケー。これからよ。回復量すご。強い敵だった。いやー強かった。もうちょっと経験値くれてもよかったんじゃないかな。そのレベルの敵を今のアスラオさん、レベル的にはね40かもしれないけど、体感50-55ぐらいよあれ。アスラオさんね、やっと見つけた。大丈夫かい？ひどいありさまだね。あなたは？僕の名前はポール。一緒に来ないかい？僕と一緒に理不尽で欺瞞に満ちた世界を滅ぼそう。
狂気の恋物語、その馴れ初めってわけだね。初めて出会ったのは戦火に燃え盛る故郷の村。10年以上も前の出来事よ。ある国の政府が武力によるテロリストの殲滅作戦を決行した。私の住んでいた村がその戦いに巻き込まれたの。両親も家もあっという間に失ったわ。次は自分の番だと諦めていたその時、私に手を差し伸べてくれた人がいた。それが鉄仮面ポール・テイラーだったのよ。炎を背景に微笑む青年、目に映るその景色があまりにも美しかったから、ただそれだけの理由で私は彼の手を取ったの。その時彼は自分のことをいくつか話してくれたけど、ほとんど聞いていなかったわ。一目惚れってやつだね。結局顔を？そうだけど、そうじゃないのよ。あなたにはまだきっとわからないわね。彼の目的はミレディの持つコベナントだったんでしょ？それでもよかったの？もちろん彼は善意なんかで動いてたわけじゃない。後でそれを知ったけど、私にとってはどうでもよかったの。ただ美しかったから、救われたと感じたから、命をあげてもいいと思った。それだけよ。さあ、ということで、状態上スタックいいね。あのさ、よし、選びましょうか。あのね、唐突ですね。例えばさ、さてと、とりあえず解放だけしておきますか。では回復したら再造エリアの第3層ボス戦いきますか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。